こんにちは。確かに言いたいことも言えない世の中じゃ、ポイズンですよね。毒を吐くわけですよ。でもどうなんでしょうか言いたいことはなんで言えなかったんでしょうか言うことはできますよね。それが、一人に向かっているのか、世間という不特定多数に向かっているのか、どんな違いがあるんでしょうか居酒屋で会社の上司の悪口を言うのも、それをネットに書き込んで自分のね、身元がバレるのも同じだと思うんですよ。つまり、言いたいことは言えるんだけども、 それによって言ったやつが特定される自分という風に特定されるのが怖いから隠れながら言う場所を探していたのがそういうことの本音なのかなと思うんですよね。まあ、人間のずるさを表しているのかもしれません。陰陰で言ええばば口だが堂々と言えば意見になるまあそんなことをね聞いたこともありますんでこれからもね面と向かって言いたいことはきちんと言えるようにそしてそれでいてその人に対して目の前の人に対して敬意を忘れないようにしようかと思いますけどね。 で今回ね、金八先生の名言なんですけども、すごく短くていい言葉なんですよ。こういうことです。何でも人に聞いて済まそうとするのを横着と言いますということなんですよね。もちろん横着が悪いということではありません。ただしですね、答えを求めて人に問う。そして答えが返ってくる。もしくは検索をして答えにたどり着く。確かに答えだけ欲しいときはあるでしょう。でも、答えにたどり着くために、 自分で動き自分で手を伸ばし自分で怪我をしてそしてたどり着いた答えっていうのは一つの答え以上の答えを私たちにもたらしてくれるんですよねその繰り返しが常に自分の高み深みになるわけなんですよだからね簡単に出る答えっていうのは簡単なことしか答えてくれないんですよ私たちが挑むのは時に難しいことなんですよねその時に誰にも聞くことができない誰かの回答も本当かどうかわからない 検索結果もいい加減だ。やっぱり自分の頭で考えて、自分の手を伸ばし、自分の足を使って行動するしかないんじゃないですか。自分の結果を迎えに行く。まあ、そんな意識が必要なんじゃないですかね。ビジネスって時に誰かが代わりにやってくれるとか、とっても楽になったってことはいいことだと思いますけども、そうじゃないと。一人前になるためには手数がかかって当然なんですよ。一人前になるまでにはめんどくさくて当然なんですよ。一人前になるまでには 何回も何回も同じことやって結果が出るのか出ないのかわからない迷路に入るもんなんですよそれをくぐり抜けたからこそ参入障壁があって崩れにくいビジネスの世界に行けるんですよね簡単なビジネスって簡単にコピーされて簡単にマーケットがなくなるんですよレッドオーシャンになるんですよでもずっとブルーオーシャンっていうのはどういうことでしょうか圧倒的な参入障壁があることじゃないですか例えば YouTube の動画1万本撮った2万本撮った この参入障壁に誰がやってくれるんでしょうか。ビジネスを10年同じことをやった。誰が並べますかね。まあ、そういうことなんじゃないかなと思いますけどね。